次に新井豊君。委員長。新井君。立憲民主党の新井豊でございます。森山大臣、はじめまして。僕は一期生ですので、ちょうどこの文部科学委員に3年、仕事をさせていただいております。3年の中で、森山大臣で4人目の文部科学大臣の所信表明を先般、伺いました。僕は大臣ってやったことないので教えていただきたいんですが、この大臣所信というのは大臣がどこまで手を入れられるものなんでしょうか。僕は実はこの一番前半のですね、書き出しの部分は非常に感銘を受けながら聞いてはいたんですが、実際大臣がどの辺まで書くものなのか教えていただけますでしょうか。森山文部科学大臣。新井先生に初めてご答弁させていただきます。お父上様とはちょっと党が違うんですがテニスですとかご一緒何度かさせていただいておりまして、よろしくお願いします。今ご指摘の所信的挨拶につきましては、私の思いを踏まえて事務方とやり取りをし作成しております。私も国家公務員でございましたので原案を作って、私が担当したところあるいは時期については、大臣とやり取りをした覚えがありますけれども、それはちょっと文科ではない他の役所でございますが、基本的にそのあたりは同じではないかなと思います。そして、文部科学行政は極めて重要な役割を担っていると考えておりますので、これからもその委員はじめ多くの方々のご意見を受けたまりながらできるだけ、その評価をしていただけるような文部科学行政に取り組んでいきたいと考えております。新井豊君。ありがとうございます。父は父で息子は息子で頑張っておりますのでよろしくお願いします。大臣は大臣に就任された時の、記者会見でですね、まさに文部科学の分野とはそれほど近くなかったものだから、これから勉強しながら一生懸命取り組んでいきたいというふうに新聞記者等に答えられたと思います。ぜひ一生懸命、勉強しながらですね取り組んでいただきたいと思います。3年僕もここに立っておりますが、4人大臣が変わりました。大臣の平均任期っていうのは1年なんだなというふうに思いますと、本当にあっという間にですね終わってしまうと思うんですね。文部科学大臣としてのリーダーシップ、そして文部科学省をしっかりと導いていただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。この間大臣になられてから学校の視察というのがいくつかあったかと思いますが、何校ぐらい視察をされたんでしょうか。森山大臣。私は就任後、6つの学校に伺わせていただきました。例えば小学校等において、1人1台端末を活用した授業、これは私自身が御党を含め、学校教育の ICT 化、ここはずっと取り組んでおりました。そういった授業、あるいは学びの多様化学校等での不登校対策を視察するとともに、大学に伺いまして、研究施設の視察や学生との意見交換も行ったところであります。特に就任後すぐに伺いました、福島県の大熊町立学び屋夢の森では、工夫を凝らした最新の学校建築の見学と合わせて、新しい校舎で学ぶ子どもたちと対話することができました。この校舎を設計された方も立派だと思いました。いろんな関係者の方とお話をされながら、そしてまたその中で新しい学び方、これ義務教育学校で小学校の1年生から、いわゆる中学校の3年生まで一緒でしたし、そしてまたその子ども園も0歳児からの子ども園も併設されておりましたので、こういうような学び方、あるいはその子どもの中でのそのトレーニングというんですかね、そういうこともあるんだなというふうにも感じたところであります。文部科学省としても被災地域における復興創生の希望である子どもたちの教育が充実したものとなるよう、引き続き福島県あるいは関係者とともに取り組みを進めていきたいと、その時は感じさせていただいたところです。今後もさまざまな現場に伺いまして、多様な声をしっかり伺い、そして多様なご意見を踏まえつつ、必要な政策、あるいは望ましい文部科学要請に取り組んでいきたいと考えております。新井豊君。大臣、僕は現職の国会議員の中で唯一、学校の校長をしてきたものですので、
僕は昨日しかも23教育団体のですね会合があったかと思いますが、大臣の後に立憲民主党を代表してご挨拶をさせていただきましたが、その際にも申し上げましたが、教育っていうのは眼差しだと思うんですね。もちろん目の前にいる生徒もそうですが、その奥にいる生徒や保護者等々、また学校で働いている先生たちに眼差しをしっかり向けることがより良くすることだというふうに思っております。今後もたくさんの学校を視察されると思いますが、学校を視察する際というのは校長室に行き、そして用意された教室に行って帰ってくるということが多いと思うんですが、僕はこういうやり方ではなくてですね、ぜひ大臣、校長室に行ったときにちょっといろいろ見せてほしいと言ってですね、例えば職員室ですとか、例えば用務室とかにですね行って、その時に大臣に対応することなく現場で一生懸命採点をしていたり、生徒のことに対応していたり、もしくは学校をきれいにしようとしている用務員の方がいらっしゃったりですね、大臣が来訪しようと関係なくやっている方々がいらっしゃるわけですが、そういう方々にまさに赴いて声をかけてどうですかというふうにやることが僕は一番大事だと思うんです。そして文科省にはぜひお願いしたいんですが、今度の大臣はそういうふうに職員室に突然行くから職員室もきれいにしとくようにとか、そういうことを一切言わずにですね、まさに大臣のリーダーシップで学校を隅々まで目くばせをしていただきたいというふうに思っております。それでは本議案についてのですね質問させていただきます。今回の法案についてですけども、そもそもなぜシスティ、内閣府の総合科学技術イノベーション会議からですね言われたことをやっていかなければならないのか、ここに僕は一番疑問を感じていまして、そもそも文部科学省としてですね、よろしいですか。どうぞ続けてください。文部科学省としてそもそもしっかりと自分たちで決めていくということがですね、発案し決めていくことができずにやっているのかということをですね、ぜひお答えいただきたいというふうに思っております。文部科学省からお願いします。文部科学省池田高等教育局長。お答え申し上げます。総合科学技術イノベーション会議、いわゆるシスティは、我が国全体の科学技術を俯瞰し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行っております。これに対し、文部科学省は基礎研究、学術研究を中心に研究振興を担当しております。国際卓越研究大学制度の議論につきましては、システィに設置された世界と伍する研究大学専門調査会において議論が進められてきましたが、その運営規則において、運営にあたっては文部科学省の協力を得るものとするとされており、文部科学省も検討に参画しておりました。このような経緯から、文部科学省としてシスティの報告書も踏まえつつ、具体の制度化に向けて必要な法制上の検討を進め、今回の法案提出に至ったものでございます。新井豊君。そもそもなぜ、ずっとリーダーシップをですね大学に求め、また学長にリーダーシップを求めていたものを、今度はシスティから言われたら合議体にするということを決め、そしてその卓越大学だけではなくて他の大学にも、さらには他の大学といってもすべての大学ではなくですね、中途半端に大きなということではっきりとした線もない中でですね決めていくのか、合議体によって学校の経営がうまくいくと本当に思ってるんですか。池田局長。お答え申し上げます。大学がステークホルダーの期待に応えつつ大学の活動を充実させていくためには、多様な専門性を有する方々にも大学の運営に参加いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することが必要です。そのためには法人の大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する機関が必要であると考えております。このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の策定と作成等の大きな方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかどうかの監督の機能を持つ、学長も構成員である合議体として運営方針会議を設けることで、大学の活動の継続的な充実につながるものと考えております。新井豊君。このお話を聞いていると、システィと文部科学省の関係と、
なんだかよく似ているような感じがしているんですが、つまり文部科学省だけではいろんなことが大きなことが決められないので、中期的なもしくは戦略的な内容に関してはその上部組織であるシスティで物事を決めて、その実行として文部科学省があればいいというような発想に極めて近しいんじゃないかというふうに思って、僕は本当に残念でならないんですね。文部科学省というこの大きな組織単体で物事を決めて、もしくはこの合議体だけで本当に進むとは僕は到底思えないんですが、それを跳ね返してですね、システムが何を言おうと文科省としては文科省の考え方でこの長い間大学を運営してきた経験もあるはずなのですからというふうに思っております。そもそも文科省というこの役所そのものが、その意味では以前も教育再生実行会議や教育未来創造会議などですね、上部組織によってまるでガバナンスをされていて、その一執行機関のように捉えられていること自体が僕には我慢ならないんですが、実際文科省の現場でやられている職員皆さん、どういうふうにお感じなんでしょうか。そしてこれを大学の学長や大学の人たちも同じように今感じているんじゃないかと思っていますが、いかがでしょうか。池田局長。お答えいたします。先ほども申し上げましたように、システィは我が国全体の科学技術を俯瞰して総合的かつ基本的な政策の企画立案総合調整を行う組織でございます。これに対して文部科学省や経済産業省など各省はですね、それぞれの設置目的に、所管分野の研究開発研究進行を担当しておりますので、時としていろいろ意見が異なることもございますが、政府内で、調整をしながらですね、協力して、研究進行、研究開発を進めているものでございまして、今回のこの法案、あるいは国際卓越研究大学制度の議論も、文部科学省とシスティと協力しながらですね、より良い仕組みを作るべく議論をしてまいったところでございます。新井豊君。そうですね、このシスティの会議には文科大臣も含まれていますので、まさに合議体というような形でですね、やられているんだというふうに思いますが、でもそうすると肝心のその所属機関、今回でいうと大学も学長が合議体になったからといってですね、なったからといってうまく運営がいかないのは、今の文部科学省のこの迷走ぶりにも表れているんじゃないかというふうに思っています。資料の1をご覧ください。先ほど柚木さんからもお話がありましたが、2020年の5月21日に有馬元文部科学大臣が日経ビジネスのインタビューで答えられているものです。この見出しからですね、国立大学の法人化は失敗だったというふうにですね、元大臣が吐露されているわけですね。ここにいくつか赤線を引っ張りましたが、まさにこの中で大臣は非常に、もともと東京大学の総長も務められた方ですので、まさに悩みながらですね、それでも国立大学を法人化すること、これは2004年ですけれども、今から約19年前、国立大学を法人化することで、より自立化が進み、大学にとっていいはずじゃないか、そういうふうに思いながらですね、文部大臣として決めていったということを、その経緯と、ただその中で運営費交付金はですね、減らさない約束だったということも書いているわけです。ところが、2ページ目、開いてもらいますと、上から5行目、法人化するだけで、法人化するだけでなくて、運営費交付金も減らさないことを法律に加えてほしいというふうにですね、大臣は言ったんですが、法律にそんなことは書けませんという答えが返ってきたということ、そしてそれを付帯決議には書いたものの、結果的にその内容は無視されてしまったということです。それ以降、10年にわたってですね、運営費交付金が減らされていることは、文部科学委員の皆さん、ご承知のことだと思います。その後下げ止まりましたが、また少しずつ下がってきて、去年の交付金に関しても 0.9% 下がっているかと思っております。文科省に伺いたいんですが、ここで有馬大臣がおっしゃっているこの運営費交付金を減らさないことを法律に書いてほしい、いやそれは書けませんというやり取りがあったことは事実なんでしょうか。池田局長。お答えいたします。先ほどご質問いただいた件については承知しておりません。新井豊君。このインタビューのですね、一番最後にところに書いてありますが、国立大学法、線は引っ張ってません、国立大臣法人化によって若手研究者を雇用できなかったことについて、私に責任があります。
元大臣としておっしゃっているわけですね。あと何年か生きるかわからないけども、世界並みのレベルにするまで徹底的にやりたいというふうに、2020年の5月にこういうふうにおっしゃっています。でも残念ながら、その7ヶ月後にですね、有馬大臣は亡くなられているんですね。まさに遺言のような、これはインタビューではないかというふうに思うんです。2つの論点があります。国立大学の法人化そのものがどうだったのかということと、そしてそれとは切り離されてますけども、運営費交付金がなぜこんなに毎年下がってきたのかということだと思うんですね。実際、その2004年の時には、1兆2415億あった運営費交付金が、今や1兆600億です。約2000億、この約20年で下がってきてるわけですね。ぜひ財務省に伺いたいんですけども、なぜこうやってこの教育のことに対してですね、これだけ、特に大学っていうのは、まさに国の未来を作っていく仕事だと思うんですが、これを下げていくという、本当に僕はこれ、全く解せないんですが、こういうことを行ってきたのか、ぜひご説明いただきたいと思います。瀬戸財務大臣政務官。お答えさせていただきます。国立大学法人運営交付金は、教育研究環境の整備を行うための重要な経費であると承知しております。そういった中、ご指摘の平成16年度に法人化して以降の運営交付金の減額につきましては、付属病院の黒字化に伴う、病院赤字補填金の解消や、退職者の減少に伴う、退職手当の減少など、研究活動等に直接影響のないものが大勢を占めておりました。ただ近年はですね、国の厳しい財政状況の中でも横ばいで推移しているところではあります。いずれにしましても運営交付金のあり方につきましては引き続き文部科学省としっかりと議論してまいりたいと思っています。荒井豊君。そうですね、まさに大学病院が儲かっていくから運営費交付金は減らしてもいいというような、そういうような発想になってくるわけですが、でもすべての大学が、国立大学が大学病院があるわけでもありませんし、そもそも大学病院の運営の利益と、それとこの研究の話というのは全く別なはずなわけですよね。僕はでもこれは財務省だけの責任ではないと当然ですけど思っています。やっぱり文部科学省としてこの 大切さというものを訴えてこなかった、やはりこの20年があるんじゃないかというふうに思っています。そういったこの文科省 そのやる気のなさ、結果的にですよ、結果的にやる気のなさみたいなものがこうして大学のマネジメントに手を加えようとすると、まさに信頼関係がなくなっているからこそ、いろんなところで異論反論が出てきているのではないでしょうか。その国立大学の法人化の大きな目的というのは大学の自立化ということがあったと思うんですが、でも現状これどの大学 の国立大学 の学長運営者に聞いてもですね、到底自立化されたとは思えないということを、まさにお話を伺う中では皆さんおっしゃられているわけです。もちろん予算上のですね、単年度主義から、各年複数年度に変わった等々は自立化しているのかもしれませんが、でも現実的にはその文科省の縛りが多くてなかなか大変だということをおっしゃられているわけです。資料は用意しておりませんが、今日も文科委員にいらっしゃいます柴山先生が文部科学大臣だった2019年の時にですね、国立大学への出向を削減する試案というものを記者会見で披露されたというふうに思います。この時には国立大学で不祥事が、文部科学省から出向した人の不祥事が続いていたということもありますが、大臣が、柴山文科大臣が記者会見でまさにその話をしたということですが、これどういったその試案だったのか文部科学省教えてください。はい、文部科学省井上官房長。お答え申し上げます。当時の柴山大臣による人事改革案、これは平成31年2月15日に公表されたものでございますが、その中で国立大学法人との人事交流につきまして、平成31年4月に交代となる理事出向者、文科省からの理事出向者は半減を目指す。また国立大学法人への理事出向については、改正国立大学法人法の施行予定日である令和2年4月以降は学外理事が法定数確保されていることを前提とする。また国立大学法人職員、これは具体的には課長級以上の幹部職員でございますが、への出向については各学長の人事戦略や
各国立大学が抱える課題の状況も踏まえ適切に実施しつつ、今後はプロパー職員の登用にも配慮し、段階的に縮小するなどを進める内容となっておりました。荒井豊君。これその時にそういうふうに柴山文科大臣がおっしゃられて、今現状どういうふうになったのか、その辺は教えてもらってもいいですか。井上官房長。お答え申し上げます。当時のですね、その改革案に基づきまして議論をした結果、文部科学省から当時理事へ執行していたもののうちですね、平成31年4月に理事交代予定であった30の大学と調整を行いまして、おおむね半減、結果として16大学につきまして、出向ということにしました。要はおおむね半減という結果となりました。その結果、平成30年4月1日時点で理事出向者が76名であったところ、この改革案実施後の平成31年4月1日時点では62名となったところでございます。このほか国立大学法人への理事出向につきまして、改正国立大学法人法の施行日である令和2年4月以降は学外理事が法定数確保されていることを前提とした人事を行っているところでございます。委員長。荒井豊君。資料の6番を、ご覧ください。文部科学省にですね、現状、どういった職員がどこの大学に、幹部職員として出向しているのかというのを、伺ったところの、資料を、お付け、すべてお付けしています。本当は柴山大臣にこれを見てどう思うのかの伺いたいぐらいなんですけれども、もちろん個々のですね、文科省の職員は一人一人の方は言って一生懸命頑張っているというふうに思います。僕も知っている方何人かお名前がありますので、その方の良し悪しではありません。でもこれだけの大学にですね、これだけの人数を送っているということに、やはり文部科学省は大学の自立化、つまり国立大学法人の自立化というものを目指しながらですね、こんなに人を送っている、でおそらく柴山さんが思った時よりもまた元に戻っているんじゃないかというふうに思っているんですが、この状況というのはやはり僕はおかしいんじゃないかというふうに思います。ちなみに今日は国大法の改正では学長のリーダーシップが強すぎるので合議体にするという議論がなされていますが、僕も私立学校の理事長や校長、そして大学、私立大学の評議員をやった経験から申し上げますと、もっと問題なのは、ここで兼務っていうふうについている人が結構いるんですけども、この兼務の状況の方が、その人自身、その職責の方自身の、力がですね、非常にこの組織内で高くなりうるんじゃないかというふうに思っております。理事と兼務で事務局長という方がですね、非常に多くなっているわけですが、やはり理事、例えばの理事と副学長と事務局長、特に事務局長というのは非常に事務方にとって重要なポストですので、ここをですね、文部科学省から行った人が事務局長も抑えて副学長も抑えて理事も抑えているとですね、これ本当に大学の自立化というふうに言えるんでしょうか。もっと言うと、いや、もちろんそれぞれの大学を運営する人がなかなかそうやっていないのでということで要請されて文部科学省としては言ってるんだと思いますが、でも国立大学の法人化というそもそもの理念で言うと、こういう職員をちゃんとプロパーで育てていくということが本当はあったんじゃないかというふうに思いますので、これぜひ大臣、大臣の任期は1年です。本当に短くありますが、もう一度この今国大法の改正を踏まえてですね、今いろんな議論がなされている中に、もう一度大学のリーダーシップのあり方というのを大臣にしっかりと確認いただき、また有馬大臣は亡くなられてしまいましたけれども、柴山大臣や前任の大臣、いろいろ考えられた方がいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひいろいろ聞いて確認していただきたいというふうに思います。大臣としてここまでの所感教えてください。森山大臣。私は一時期、私学でございますけど、大学で、客員を務めていたことがございます。もちろんそのボードには入っておりませんので詳しくは分かりませんが、でも今荒井先生がおっしゃったように事務局長さん、やっぱり要のポストでございます。
私がいて、いろいろお話をしたところでは理事長、学長、そして、事務総長、事務局長、これところによってちょっと名前が違ったりしますけど、そういう方が要であるということは、私も、承知はしているつもりでございます。そんな中で、国立大学法人の理事職員の人事は各学長が自らの人事戦略、人事のお考えで行っているところであります。理事の役割の分担、副学長や事務局長を置くか否か、誰をどのように登用するかなどは学長の判断に委ねられているところであります。そしてお尋ねの理事、副学長、事務局長1名で兼務することにつきましても、それは学長の経営方針と人事権に基づいて判断されたものであり、文部科学省としては学長の意向を最大限尊重するということでございます。また柴山大臣による人事の改革案は、文部科学省職員が大学の実務を経験し、国の施策に反映するという意義を認めつつ、各大学の実情等を踏まえた適切な人事を行った上で、各大学の自律性や戦略的な経営を後押しする狙いがあったものと認識しております。現在各国立大学法人においては、さまざまな改革を実現するために必要な体制づくりをそれぞれの学長がリーダーシップを発揮して進めているところでございます。このような動きを加速化する上では一定の成果があったものと認識しております。私としましては、これまでの人事改革の理念を踏まえ、各法人の自律性、戦略的な経営の推進を適切に後押ししてまいりたい。我々としてはまずは大学側の方でご判断をされ、そしてそれに対してお手伝いをするということで対応していくべきではないかと考えております。新井豊君。2004年に国立大学が法人化されて、国立大学の法人化とは一体何なのかというのをこの間、今日の議論質疑でもさせていただいております。そもそもこの国対法の、国立大学を法人化したことに対しての振り返りだったり、そもそもこの今20年経つわけですけれども、一体どうなのかというのを文部科学省が振り返ったことがあるのかどうかと思っていろいろと検索をしていました。そしたらまるでさらっとですね、ホームページに載っていたものが、資料の1個手前に戻っていただきますが、4枚目ですね、4枚目に載っています。ごめんなさい、3枚目ですね、失礼しました。3枚目にある国立大学法人の在り方に関わる検証についてというページがありまして、そこの取りまとめの資料を今日ここにお持ちしているわけですが、この内容に関してはどのような経緯でやることになったのか文部科学省教えてください。池田局長。お答え申し上げます。国立大学法人化後の現状と課題について中間まとめにつきましては、平成21年に行われました行政刷新会議の事業仕分けにおきまして、国立大学法人運営交付金が対象となった際に、国立大学の法人化の成果について検証し、大学のガバナンスの在り方を見直すべきなどの指摘がなされたことを契機として取りまとめられました。具体的には第1期中期目標期間の終了を見据えて、平成22年1月から当時の現状分析等を行うとともに、引き続き国立大学法人が社会から求められる役割を的確に果たしていくために、解決すべき課題や改善方策について検討を開始したものでございます。新井豊君。これちょうど2010年から始まったと思いますけれども、まさに民主党が政権を取ったときにですね、ちょうど国立大学が法人化されてから6年後のその時点においてですね、一体この国立大学法人化というのはどうだったのかというのを検証したんだというふうに思います。当時大臣は川端達夫文部科学大臣でしたし、副大臣は鈴木寛副大臣だったと思います。川端さんと鈴鹿さんにそれぞれお電話をしまして、この
時のですね、経緯というものを、教えてもいただきました。皆さんそれぞれにお二人とも思い入れがあり、かつやはり大学のその後の状況についてもですね、大変心配を、されてもいました。これでもこの実は内容を見ていただくとですね、非常に立派な内容で、これ以外にも実はいくつも資料があるんですが、まあ、約半年間でですね、国民の声を聞き、熟議をしながらですね、この内容をまとめていっているんですね。最終的なレポートはもっと厚いものになっているわけですが、半年でできるものなんだなというふうに思っております。もちろん期間が長ければもっといいものもできるのかもしれませんけれども、大臣、これ半年でここまでのものができるのであれば、もう一度国立大学法人化のこれ中間まとめにというふうに文科省のホームページには書いてあるんですが、最終まとめみたいなものを、もしくは森山大臣のところで後期の中間まとめとしてですね、そもそも国立大学法人化というものが一体どうなっているのか、どうだったのかというのをまとめてはいかがと思うんですが、いかがでしょうか。森山大臣。今お話がありました、この国立大学法人化後の現状と課題について中間まとめにつきましては、第1期中間目標期間の終了を見据えた平成22年当時のまとめであり、この最終まとめを取りまとめるということは今のところ想定してはおりません。なお、文部科学省においてはこれまでも平成27年の国立大学経営戦略、あるいは令和2年12月の国立大学法人の戦略的経営実現に向けてなど、必要に応じて国立大学法人をめぐる状況や課題について整理しながら施策を進めているところであり、今日の荒井委員のご意見も踏まえながら、今後も適切に対応していきたいと考えております。荒井豊君。大臣、今日はあと、3分ほどになりますけれども、今日、35分というお時間でですね、初めてお話しさせていただく中で、特に大臣が文部科学行政については、これからしっかり学んでいきたいということをですね、記者会見でもおっしゃられていました。今日何人かの大臣のお名前も挙げさせていただいてきましたし、文部科学行政が特に国立大学の在り方に関しては、この20年間、それぞれ大臣を担った人たちですら、やはり今の大学の在り方についてですね、国立大学の現状について大変懸念を感じていたり、なんとかしていきたいというふうにですね、思いながら、それを遺言のようにおっしゃられた方もいたり、そして記者会見の時に言って、その年は確かに国立大学の自立化が図られたかもしれないですけれども、また時間が経てばですね、戻ってしまう。何度も申し上げます、文部科学省の職員一人一人が悪いわけでは決してないとは思いますが、でも大臣のリーダーシップがまさに合議体によるものではなくないですね、大臣のリーダーシップが大変必要な時期に今来てるんだというふうに思っております。任期は1年と大変短い任期で、一体大臣は何をこの国立大学に対して得られるのか、もう一度教えていただけますでしょうか。森山大臣。その大学というか、高等教育に対してですね、求められている課題はいろいろあると思います。そしてその中で、国立大学に対して、どういうふうなことが特に求められているのかということではないかなと思いますので、国立大学として、各高等教育機関の中で、国立大学としてより活性化し、優れた教育、あるいは特色ある研究に積極的に取り組むことができるような環境整備をしていくこと、それが私の課題ではないかと考えております。特に先ほど来ご指摘のありました基盤的経費、あるいは競争的研究費の確保、あるいは博士課程をどういうふうに支援をしていくのか、それから国際卓越研究大学制度もそうですし、それと同時に地域中核特色ある研究大学、こういったこと、そういった多くの課題があります。そしてその大学その他いろんな関係者からのご要望も踏まえた戦略的な経営というんでしょうか、自主的なその判断、その他こういったことについての対応、こういった課題がいろいろあろうかと思いますので、限られた期間かもしれませんが、できるだけ一生懸命取り組んでいきたい、そんなふうに考えております。荒井豊君。
冒頭に申し上げました大臣の所信表明、社会が激しく変化する中で変化を力にし、まさにこれそのものが今ですね、文部科学省、そしてそのリーダーたる大臣に今求められている時だというふうに思いますので、ぜひしっかりと頑張っていただきたいというふうに思っております。今本当は国大法もちろん重要ですけども、でも 国立大学のことを今話し合うのであれば、今そこに通っている学生たちのですね、今状況が大変苦しいことに対して、本当は立法府、行政府ももっとやるべきなんじゃないかというふうに僕自身は思っております。物価が高くなってきた、景気が悪くなってきている中で、大学生もその学費やもしくは奨学金、まあ、ローンをですね返すのに一生懸命アルバイトをしている。ただその中で国立大学の場合にはですね、その大学で働くという役割がなかなか制限をされていて、その大学の中でもっと働きやすくすることで、例えば実質な学費を無料にしてほしい、そんな声だって上がっているわけですね。もっといろんなことが大学はやれるんじゃないかというふうに思っております。最後になりますけれども、まあ、教育、今の文部科学省は教育に対しては主体的、対話的、深い学びというものをですね、推奨しているわけです。今日のこの委員会に関してもですね、まさに主体的、対話的で深い学びをぜひ委員長には取り計らっていただきたいと思います。特に対話が非常に重要ですので、突然いろんなことを断じて決めるようなことがないようですね、ぜひ同じ教育者としてよろしくお願いいたします。以上になります。ありがとうございました。